こんばんは。こんばんは。今回もね、軽く金曜ロードショーの前に一人喋りをやっていきますけど、まあ、ナウシカの時はちょっと話すこと考えたりしたけど、今日は、まあ考えたけど、あんまり別にまとまったものはないですけど、2023年7月21日、金曜日の金曜ロードショー前、待機。もののけ姫全裸待機スペースでございます。で、タイトルにね、宮崎駿はマクロ、まあマクロ視点を持っているということで、なんかね、さっき急に思いついたっていうか、まあ当たり前のことを言うんだけども、なんかさっきさ、夕方にさ、なんかめっちゃ、なんていうの？くだらんっていうかさ あんまり悪口を言いたくないんだけどさ、なんか若いミュージシャンの人がさ、なんかメッセージソングを作っているっていう話があってさ、まあなんか売り出し中なのかなんか知らんけどさ、なんか俺、そのなんていうの？メッセージソングっていうか、あれって極めてミクロの話をしてるじゃん。そのなんかね、その自分の気持ちとか愛だの恋だのとかそういったことを歌った歌が、まあ基本的に嫌いなのでっていうか、それが、その違いが作品において、その、どういう、その、ね、いい作品とは、いいっていうか、まあ、俺が好きな作品と嫌いな作品の違いがどこにあるのかっていうことを考えた場合に、その、マクロ視点とミクロ視点、っていうのが、なんか最近ずっとこの話題してるなっていう感じだけどさ、が使えるんじゃないかという気がしてさ、もうマジでさ、個人の感想、それってあなたの感想ですよねみたいなさ、作品マジで 俺はいらないんだけど っていうことで、まあ宮崎駿の作品はやっぱり、その、視点がでかいよね。地球とか人類レベルの話をしてくれるから、だからやっぱり面白いんだよねっていうことを感じたよね。まあもちろんこれって別に、まあエンタメの話だからさ、好き嫌いの話で済まされるもんで、別に好きじゃないっていう人は好きじゃないでそれでいいんだけどさ。まあでもなんか、まあ最近ね、あれが、鳥のやつが公開されて、まあまだ俺見てないんだけどさ、まあみんなジブリの話してさ、なんかジブリってみんな大好きなのが当たり前でしょって思ってたけど、まあ別にそうじゃない人もいるんだなということも分かりつつ、まあそうだよね、まあ別に、まあ映像作品なんて好きなの見りゃいいんだけどさ。まあだからその、ね、まあマクロ視点みたいな、やっぱマクロ視点ってさ、意味あるじゃん。意味あるじゃんっていうか、なんか悪口みたいになっちゃうんだけど、まあ悪口なんだけどさ なんかもう、だから本当に個人の感想はちょっと 俺は、いいかなって思っちゃうんだよね。で、まあ他の、そうだよね、まあ音楽作品とかでもやっぱりその、なんかやっぱり 個人の感情を叫ばれるよりは、やっぱり何かしらの、まあちゃんとしたプロットがあって、ね、なんかストーリー的なものを匂わしてくれたりした方が。で、あと音、あ、まあ音楽の話はちょっと今日本題じゃないんだけども、まあ音楽ってさ、結構抽象性が高いというか、ね、だって音から全てを想像する、まあ音と歌詞から全てを想像するしかないわけでさ、そこら辺のその余白の多さっていうか、なんか想像させる余地みたいなものが高いのが、まあ音楽はいいよねって、まあ今日は音楽の話のはずじゃなかったんだけど、で、あと、まあマクロ云々については、まあその程度かな。まあやっぱり中身 深み なんか ミクロ的な作品に対する悪口にしかならないんだけどさ まあやっぱりなんか、中身というか含みというか裏というか、あった方がいいよね とは、まあ俺は思うし、まあ好き嫌いだけの話なんだけどね。で、
あと、まあ、宮崎駿を語る上では欠かせないよねと思ったのが、そうそう、さっきなんかね、いろいろ調べてっていうか、まあ、歌聞いたりさしててさ、まあ、やっぱり、まあ、もののけ姫のこととかも考える上で、ああ、だからさ、そのなんかナウシカとかもののけとかって、ああ、まあまあ、俺って基本的に岡田斗司夫の言ってるジブリ評が大好きでさ、まあ基本的に全採用してるんだけど、まあそこら辺にならっていうと、まあ、もののけっていうのはナウシカの焼き直しでもあってさ、その、だからそのなんか表面的なところをとってさ、なんか森 森を燃やすのか再生するのかみたいなところをとってさ、なんか薄っぺらい左翼の人たちがなんかエコロジーがどうとか自然環境がとかいう話をするけどさ、もうあれ本当に勘弁してほしくてさ まあまあまあ、そこにしか興味がない人はもうしょうがないとは思うんだけど、宮崎駿はね、左翼の中でもそんな生ぬるい左翼ではないっていうところをね、敬意を持ってね、受け止めたいっていうところがあるよねっていうことで。なんか話題がつながらないような気もするけど、なんかね、まあ、カルチェラタンとかの話も、まあ、あれは宮崎作品じゃないから、あれだけど、なんだ。さっきさ、ウィキペディア見てたんだよね。紅の豚の歌、なんだっけ、あれ。エンディングの「時には昔の話を」ねえ、まあ加藤登紀子さんって俺よく知らないけど、あの人もガチガチの左翼活動家なんでしょ？で、これを読んでくるとやっぱり、あ、これじゃねえな。時には昔の話をの方じゃなくって、挿入歌のさくらんぼの実る頃の方か。こっちの方が、そうなんだよね。まあ、いろいろ、ね、パリでね、革命ね、コミューンが樹立し、うんぬんかんぬんみたいな。どうしよう。なんか誰か来るまでさ、先にこのウィキペディアを読み上げてようかと思ってたんだけど、なんか先にめっちゃ話しちゃったな。どうしよう。9時まで誰も来ないと間が持たないから、やっぱりウィキペディア読み上げようかな。読み上げる前に俺の話したいこと話しとく？読み上げようか、やっぱり。ねえ、岡田斗司夫の考察とかがめっちゃ面白いっていう話を誰かにしたかったりもしたんだけど、誰も来ねえから、さくらんぼの実る頃のウィキペディアを読み上げます。なんか難しいようなスペースの誰も来てない時の謎の時間。なんか話まとまってりゃ一人喋りすればいいのかもしんないけどさ。で、まあ宮崎さんの、宮崎さんのっていうか、まあこの、もともとはフランスでできた歌なの、これ。フランス、さくらんぼの実る頃は、フランスのシャンソンを代表する歌曲。で、同好職人、同ね、同って英語で何て言うんだっけ？ブロンズ？ブロンズは青銅だったよな。なんだっけ？カッパーだったっけ、銅って。はい。で、同好職人で、パリコミューンの一員であったジャン・バティスト・クレーマン。ジャン・バティストとか言われたらさ、なんか、ね、違う人思い浮かべちゃうけどさ、まあ、向こう的にはこういう名前よくあるってことなのかな。まあ、で、ジャン・バティスト・クレマンがさ、1866年に作詞し、その2年後にテノール歌手のアントワーヌ・ルナールが曲をつけ発表されたんだって。1866年か。だいぶ前だね。
フランスで、もともとは、題名の通り、さくらんぼの実る頃の儚い恋と失恋の悲しみを歌った歌であり、3番までしかなかったんだけども、1871年にパリで労働者たちによる革命が起きて、パリコミューンが樹立し、軍との激しい市街戦が繰り広げられる中、コミューンに立てこもる。この場合のコミューンってさ、どういう感じなんだろう。まあ、とりあえず革命軍の住むリス、まあ、住むっていうか、拠点に当たるのかな。戦時中だもんな、これ。で、コミューンに立てこもるバリケードにさくらんぼの籠を携えた看護師、ルイーズが現れる。ルイーズってなんか、ジブリ作品で出てきたよね、この名前。ルイーズは危険を顧みずに負傷者の手当てに当たったが、自らも戦闘に巻き込まれ亡くなってしまう。コミューン崩壊後、1875年前後からコミューンへの弾圧、長いな、4年も経ってるけど、最初から、コミューンへの弾圧、特に参加者が多数虐殺された血の1週間を悼む思いを込め、第三共和制に批判的なパリ市民がしきりに歌ったことから有名となった。そうなんだ。なんかその辺の歴史知ってたらさ、もうちょっと面白くなったりするのかなと思うけどさ。まあこういった歌が使われているっていうこととかを意識し始めると、やっぱりがぜん面白くなってくるっていうか、だからやっぱり面白い作品ってさ、本人の面白さみたいなところがめっちゃ重要になってくるっていうか、もう作品の中だけで完結してるとか、まあキャラがどうとか、なんかそういうことじゃねえんだよな、作品の面白さっていうのは。まあ俺の視点から言ったらね。で、その後、作詞者のクレマンがルイーズに捧げる歌として制作した新たな歌詞により、恋の歌からコミューン参加者への追悼の歌へと意味合いが変わる。イヴ・モンタン、コラ・ボッケール、ジュリエット・グレコなどシャンソンの代表的な名歌手に歌い継がれ、現在に至るそうです。なるほどですね。なんか、まあ、紅の豚の歌なんだけどね。これからもののけ姫を見ようという時に。いや、まあ、どうなんでしょうね。まあいいか。はい、続き。日本にて、邦題には「さくらんぼの実る頃」または「さくらんぼの季節」「桜の花咲く時」などがあり、日本でも古くから親しまれている。そうなんだね。そうなんだ。知らなかった。1982年、当時のフランス大統領フランソワ・ミッテランが訪日した際には、昭和天皇がフランス大使館で開催された夕食会を訪問し、ミッテランの友人にして、歌手のギー・ベアール、フランスの人ね、と共に、本曲を歌唱したという逸話がある。1992年には、アニメ映画「紅の豚」で挿入歌として用いられた加藤登紀子演じる、マダム・ジーナが本曲の言語で歌唱する場面が登場するほか、同時に発売された加藤のシングル「さくらんぼの実る頃」にはフランス語版と日本語版が収録されている。2007年には実写映画「実録連合赤軍」で、信繁房子と主人公の遠山美恵子が別れる場面の挿入歌として、和田山奈央が歌唱したものが用いられた。なるほどね。いいね。実録で、舌が回りません。実録連合赤軍、実写映画ね、みたいな。赤軍の話とかさ、俺結構最近だからね、知ったの。ぜひ見たいっすね。てか、その浅間山荘とかはさ、なんとなくしか知らなかったけどさ、そこに至るまでの前日談、山岳ベースの話さ、ものすごいやん。もう、共産主義ってこんな少ない人数でもこんな殺傷力を発揮するんやと思って、もうなんか、笑うしかないよね。ということで、なんて言うんだろうな、共産主義者の、この負け続けの歴史というかさ、その理想と現実の狭間みたいなところに、その狭間で戦う宮崎駿の姿が、この謎の魔力を生み出して、この悪魔的な面白さを生み出してると思うんだよね。そういうところなんですよね。で、あとは、ジャスラックにおける登録状況とかは、まあいいか。はい、そんな感じでしたね。
あと10分ぐらいあるけど、もう喋ることがないので終わるか。もののけ姫でなんか喋ることあったかな。まああるんだけどさ、いっか、別に誰も来てねえけど一人でネタバレ喋るか。ネタバレっていうかさ、岡田敏夫の素晴らしさを語るみたいな話なんだけどさ、まあみんなさ、本当に岡田敏夫のジブリ解説、まあ岡田敏夫嫌いな人は別にいいんだけど、でも岡田敏夫のジブリ解説マジで、あれほんまジブリ本編並みに面白いんで、ぜひ見てほしいんだけど、まあ今ね、こうジブリが金曜ロードショーで放映される時期には、必ず ね、動画上がってるんで、まあそういうのより、なんか切り抜きの人が全部まとめたのを上げてくれてるから、そっちでまとめてみた方がいいとは思うんだけどさ、ほんまに、まあ俺がさ、一番好きな岡田敏夫のジブリ解説は、まあ千と千尋のやつだよね。まあ千と千尋の最後の方、意味わかんないよねっていうところを、まあすっきりというか、まあすっきりではないんだけど、なんで最後あんなにいろんなところに飛んでってカチャカチャになって、なんか謎の終わり方をするのかっていう、まあ、説明にはなってないんだけど、まあ何をやろうとしてたのかっていうことがはっきりすることによって、やっとスッキリとあの映画が見れるようになったりとかいうところもあるんで、まあこっちもぜひおすすめなんだけども、まあそれに次ぐ2番目ぐらいに「もののけ姫」の解説も面白くって、でまあネタバレを含んでいくんだけど、まあこんな古い作品にネタバレもクソもないとは思うんだけども、まあ嫌な人はまあ金曜ロードショーを見た後に、いや、金曜ロードショーを見る前に、この録音聞く人一人もいねえだろうって思うんだけども、まあ、まあ、なんかさ、岡田としてはさ、なんか、もののけ姫っていうタイトルの下に良くなかったっていうんだけどさ、でもさ、話聞いてったらさ、結局別にもののけ姫でよかったんじゃねえのとも思ってさ、だって結局その話の中心にいるのってサンじゃんっていう話になってさ、で、まあ、まあだからネタバレをしていく、岡田敏夫の解説バレをしていくんだけどさ、まあ、でも岡田に限らず、まあいろんな人をね、なんとなく感じ取って、まあ言ってる人多いらしいんだけどさ、まあ要するに、まあ、サンってどっから降って湧いたんだよっていう話で、で、まあ、サンの母親がこの作品に2人出てきているのではないかっていうことで、で、その、ね、まあ、山犬のね、モロと、エボシだよね。いや、まあ、だから、エボシの子供を、捨てた子供がサンなんじゃないかという話で、まあ解説を聞いたら、まあやっぱりそうとしか思えないっていうか、そのね、サンの、婿、旦那になる男に向かって、そのまあ2人の母親がね、なんかお互い 殺してやるって言い合っている母親同士が、まあアシタカに対してこの美輪明宏の方が どうやって生きるというのだみたいなことも さあアシタカに問いかけて、まあ烏帽子の方は侍えや神殺しをやめて侍殺しをやれというのかみたいなことをさ聞いてさ、まあどうやって生きていくんだよっていう、このね、人にもなれず山犬にもなれずみたいな、まあそう、まあ、全体的にみんなそういう脅かされつつある状況にあってさ、そのね、まあ、山犬にしてもその、まあ、この時代っていうのは、まあ、巨石文明、石を信仰してた縄文時代の名残みたいなところで、まあその信仰も途絶えっていうか、まあもっとね、山犬と人はもっと仲良しだったんだけど、そういうのも最近はなくなり、もう滅びゆく巨大イノシシとか巨大山犬たちで、烏帽子は烏帽子で、その、まあ、めっちゃしんどい境遇から、ね、自分の飼い主だった、なんだっけ、どこの人なんだっけ、まあなんか海賊系の人でしょ、え 大陸の人なんだっけ、忘れたけど、まあその、なんか、
海賊の親分みたいな人を殺して、ね、買われてた女性たちをなんか取り戻して、うん、で日本に帰ってきて なその侍とか天皇にまつわないで自分たち あのコミューンを作り上げてって、あでそうそう岡田としてはあのこの、烏帽子っていうのは女毛沢東なんじゃないかっていうこと言ってて、もうそういう見方をしていくとほんまマジおもろいっていう話で、そう理想のコミュニティをね作ろうとして、でそのたたらばの特徴としてさ、その子供が全然いないっていうことで、まあまああんだけ元気な若者がいるところであんなに子供がいないっていうことは、まあジブリ的にもないことだろうっていうことで、まあつまりまあ今まだ戦闘状態だし、まあ子供産み育てられる状況にまだないよねっていうところで、でまあたたらばとしては強めの三次制限を引いてるんじゃないかっていうことで、まあそれで前星の子供もまあどういう話だったっけ、まあとにかくまあそれをね山に捨てたんだっていうことらしいよね。まあそういうことにしていくとめっちゃ濃密な話になってくるよねっていう、烏帽子がねサンをね手玉に取りながら殺さない、全然殺さないところとか、あとそうだよね、まあ共産主義者のコミューンっていうことで言えば、そのねあのなんていうの なんやったっけ、あれなんて言われてたっけ、なんか包帯巻いた豪病やったっけっていう、まあいわゆるね表に出られないような状況の体の病気の人たちを、まあ生かしてるっていうところが理想のコミュニティを作ろうと頑張っているところだよね。でまあね山を崩しね鉄を作りなんとか、既存の社会みたいな襲いかかってくる侍たちみたいなものからなんとかして独立して俺たちの理想のコミュニティを作ろうとしてるんだよみたいな、そういった話で見ていくとほどねっていう感じになるわけなんだよねっていうことで、まあ俺にしてはやや早口目でだいぶ喋ってきて、まあタイトルに書いてある通り9時までで終わりなわけなんで、間もなく終わるし喋ることもだいぶなくなってきたわけなんですけれども、どうしたらいいですかマヤコンさん、もう終わっていいですか今日は何の話をしてたのかというと、まあそう宮崎駿っていうのは、なんで面白いのかって言ったらマクロ視点があるからだよねっていうことで、そのマクロ視点っていうのがどこから来ているのかって言ったら、そのだからまあ左翼思想っていうか、まあガチガチね世代、そういう世代だし、まあそのやっぱり共産主義者の現実と理想のまあ現実には負けまくっているわけだけども、まあ、そこの現実との折り合いというかあがきというかその狭間で苦しむことによって宮崎駿の面白さが生まれているんだよねみたいな、そんな話をしたようなしてないような、あとなんかさくらんぼの実る頃とかのねウィキペディアを読むとうわー左翼みたいなそういうところがわかるんで、面白いですよみたいなことを言っておりました。はい、55分か。まあもう2、3分ぐらいはいいけどもう喋ることないんですけど、あとね岡田斗司夫の解説が面白いんでね、もし聞いたことがなければぜひ聞いてみてほしいですね。めっちゃおすすめですね。あれはねもうジブリ漫談みたいな、知ってるかな、知ってたらあれなんだけど、あれねほんまに漫談みたいな感じで何回聞いても面白いんで、俺はもう何回でも聞いてるんだけど、もう本当にねおすすめです。さあいよいよ喋ることがなくなってきたよ。もう終わっていいですか、もういいだろう、お礼としてはだいぶ喋ったんだ。あ、リクエスト来た、どうもありがとうございます。
こんばんは。こんばんは。タイピングで僕が入っちゃいます。すいそうなんですよ。なんかやっぱりスペース人集まるまでちょっとラグがね、あるんですよね。そうですね。でも、岡田斗司夫さんの動画は僕結構よく見てますね。ジムリのああ、そうですか。作よかっ品たのやよかった。つとか。結構岡田斗司夫さん、早口で結構喋るから、でもすごく内容が、こう、スッと入ってきやすい。なんか、喋り方とかすごい上手だなと思って。結構動画聞いてますね。上手ですよね。まあ結構ね、いろいろ長いこと講演みたいなこともされて、なんかいろいろね、ノウハウが溜まってきたみたいな話もされてますよね。ジブリどうですか、マヤコンさんは。僕も全作品見てましたけど、はい。あんまりそういうこう、裏読みみたいなのは本当苦手だった方なんで、本当に、そのまま直に見てたっていう感じで、僕はあんまりこう、ジブリ作品で人気はそんなないかもしれないんですけど、紅の豚とか、魔女の宅急便とかは結構好きですね。そうですね。やっぱり昔の方の作品は結構、なんていうの、分かりやすいっていうか見やすいですよね。そうですね。まだ新作の作品はまだ見てないんですけどね。まあ、あ希れは望が多いっていうのは。かなりちょっと問題作らしいですな。そうみたいですね。僕もそれ見のてな解いです。説を見ました。はいはい。あ、岡田斗司夫さんちょっもと待って、言って9まし時たにね。向かって人がいっぱい来るのやめてくんない？ちょっとお待ちいたします。こんばんは。あ、こんばんは。いや、千葉さん、リアルタイムでやんなよ、9時から。やだ、喋りたくねあ、そういうことか。始まったら、質問してみたいのね。ああ、なるほど。そういうことか。わかったわかった。いや、今、俺、オンユアマーク見てたんですよ。今今、ちょうど届いてて、さっき。そうそうそう。あ、もう9時になっちゃうね。すいません。いや、まあちょっとぐらいいいけど。あ、とりあえず、柴田さん、マイコンさんもそうだけど、明日夜9時、10時から増税の扱ってオリジャックスペースやるんで、よかったら参加してください。はい。もうぜひぜひ参加させていただきます。お願いします。柴田さんなんか詳しいからね。何かあれば教えてくあ、だでも俺さ、岡田斗司夫の言ってることをリピートしてるだけだからさ。さい。何？宮崎駿に関して？そうそう。ああ、なるほど。まあ、その、なんかどういうところを面白がってるかっていうのを録音に残したので、もし気が向いたら聞いてみてください。了解です。はい、じゃあ、そろそろ終わります。